ATM をですね、生かすためにですね、はい、オリジナルでですね、ちょっとポンというですね、ちょっとポンというですね、これはテロップのソフトなんですけども、素材出しとかですね、今抜かれてます。まあ作りまして、より一部の人たちの間ではちょっとポンで通用するんですけれども、はい、結構使いこなすと ものすごいことができるんですね、はい、これちょっとこの画面がちょっとポンのパソコン、このパソコンの画面なんですけど、これを言う、こういうテロップなんですけど、はい、これを、ここをクリックしたら、スイッチャーの画面にこういうのが載ってですね、で、ATM のこれを、載せるっていう形ですかね。ダウンストリームキーで、はい、テロップを載せる。これだからダウン、これ今のやつって、はい、キーも一緒に出してるってこと？いや、これは素材送りツールですね。素材を送ってる時に、はい、でも今でもこれ HDMI 出してるだけなんで。そうですね。はい。で、アルファキーがないと、ルミナンスでね、はい、これはATMの機能で、ルミナンス切ってるね、はい、で抜いてます、うん、はい、でそれとか、こうやってですね、ルミナンス抜いて、でこれはこうちょっとこういう、すごい、まあ、例えばこういう動画とか、作っておいてですね、これを、まあ、いわゆる素材を送るっていうことですかね。で最近ついた機能で、再生リストっていう機能をつけましてですね、でこれをやると、要は連続再生ですかね、連続再生をするんですけど、例えばさっきの動画行って、はい、次の行って、で次の行って、これちょっと長いのでスキップして、でまずこれテロップ出してっていうような感じで、使いますね。これは例えば放送局を自分で簡単に作れるけれども、はい、その無人で例えば5時からはこの番組流してとか、間にこの CM をこの順番で入れてとか、でちょっとお待ちくださいっていうところの、こうタイムスケジュール組んでおいて、ポンとやっておけば自動的にボーボーボーと流れるとか、そういう感じで使えるっていう、はい、あとこれがレイヤーの機能もあるんですよ。二重起動して、一つはウォーターマーク出しながら、その後ろで動画を出したりとかって、なんかやってみたりできます？なんかぐちゃぐちゃでもいいんで、ちょっと見てみたいですね。ぐちゃぐちゃですか、重なるよっていうところで、もう一つちょっと起動しますよね。はい、これが2個目です、ね、うんうんうん、で、片方はレイヤーモードにしなきゃいけないんです、ね、レイヤーモードですね。レイヤーモードにして、へ、こっちは動画で出すと、はい、今さっきのテロップと動画が今2つ重なって出た状態ですね。だからこれをこうですね。なるほど、すごい、はい、2つ分乗っかるというような絵が出ます、うん、使い方ですね。とりあえず HD ユーザーズっていうのを左上に出しっぱなし で、はい、で他のこう来ている人の名前のレイヤーを今度公開して、でそこにまたそのどっかで撮ってきた収録の部位をこう投げ込むとかいうことを、こう3つレイヤー使ってこのちょっと分だけでできるんです。で今日はね、音声つながってないんですけども、はい、音ももちろん同時に出るので、あとはその歌を歌うときなんかにカラオケだけ出したりとか。なるほど、すっごい便利なんですよ。もうこのちょっとポンがあるかどうかでかなり番組のね、作りやすさっていうのは変わりますよね。